川崎フロンターレの谷口翔吾です。宮代大成です。今日リモートで議長副議長とお話をして、川崎市議会がさまざまな取り組みを通じて市民にとって身近で開かれた議会を目指していると感じました。広報誌議会川崎を年4回発行し、市議会の活動を分かりやすく伝えたり、市バスなどにポスターを掲出して議会の日程を知らせたりしています。またパソコンやスマートフォンなどでインターネット議会中継や会議録検索システムをいつでもどこでも気軽に市議会の活動を知ることができるようになっています。市議会は固く難しいイメージはあると思いますが、最近では広報キャラクターのおよよんが広報誌やポスターなどに登場してとても親しみやすくなっていると感じました。私たち川崎フロンターレも勝利を目指して試合で全力を尽くし、川崎の街を盛り上げていきます。また川崎スポーツパートナーとしてこれからサッカーだけではなく地域貢献活動を積極的に行っていきます。私たちも市議会とともに頑張っていきます。皆さんもぜひ市議会やフロンターレを応援してください。よろしくお願いします。